僕らの力を最大限に無駄なく引き出してくれる、後押ししてくれるのがエシラ。お客様と美容師の共通認識が生みやすい。お悩みにもっともっと寄り添えるようになったかなっていうふうに思います。エシラ最初に使ってみた時は、まず鏡の中にこれだけのこう表現ができるのかっていうのにまず驚いたことが一つと、これだけの情報がこう提示できた時にどれだけお客様が喜んでいただけるかっていうのがちょっと本当に無限大に想像が膨らんで、驚いてもらえるなとか、また新しいときめきを感じてもらえるなっていう、もうそのびっくりの印象が多かったですね。ちょうどエシラが導入していただいた時にスタイリストデビューしたっていう時期と本当に重なっていたんですけど、いざ自分がスタイリストになった時にアシスタント時代を過ごしてきて絶対経験を積んできたはずなんですけど、なんで同じ風にできないんだろうって思ってたんですけど、でも実はデザインじゃなくてお客様のお悩みをしっかり共有してその答えを導いてあげられてないだけで、でもエシラがあることによってやっぱり画像とスタイル写真がこう共有されるので、やっぱりお客様と美容師の共通認識が生みやすい。エシラがなかった時はお客様とカウンセリングしている中で、例えばちょっとトップのボリューム感が少ない方とかだと、パーマとかも提案してみたいなと思っていても、お客様側からそのワードが出ないと自分側からそのワードってなかなか引き出せなかったんですよね。やっぱりエシラを通すことによってそういうことも表示化されているので、お客様もやっぱりそこに触れた方が納得してくださいますし、エシラがそういったスタイルを提示してくれたりすることによって自分の提案の幅がすごく広がりましたし、お悩みにもっともっと寄り添えるようになったかなっていうふうに思います。デビュー間もない3ヶ月ぐらいのスタイリストが売上が7、80万だったのが、エシラ導入月から 130% ぐらいアップして、もう150万クラスで今辿ってきています。メニューを売るんじゃなくて、これを解決したかったのよってことがしっかりと伝えられるようになったことで、必然的に今まで漏れてた部分っていうのがちゃんと提供できるようになってきたので、結果的には売上が伸びてる。そのメニューを受け入れてくれたりとかっていう数がすごく増えたので、ケアリストと連携して、シャンプーの販売ができたりとか、あとはスタイリング剤の販売ができたりとか、お客様が納得していただける数っていうのもすごく増えた感じがします。エシラが導入される前は鏡にポップを押し出したいメニューとか、今打ち出したい天板アイテムとか、そういうのをこう貼ってたりしてたんですけど、ついついやっぱ貼りすぎてしまって、その方に向けたお悩みじゃない商品もやっぱり貼ってたりもしてたんですけど、このバナーはこういうお悩みの人に流したいっていうこともできるようになりましたし、よりその人に合った広告を打つことができる。やっぱり CM のように流れてくるんで、やっぱりついつい見てしまったりとか繰り返し流れてくると、やっぱりなんかこうキャッチコピーみたいなのが頭の中に残ってくれるんで、あ、いつものこれやってくねとか、そういう声がすごく増えたなっていう感じはします。きっとこの鏡が普及した時に一番嬉しいのはサロンの価値がどんどん上がっていくと僕は思ってるんですね。美容院に行って白髪を染める、髪をすっきりする、それだけじゃなくて提供できるコンテンツの幅によって総合プロデューサーとしての価値が上がってくるので、売上もそうですし客単価にも反映されると思いますし、この美容業界が僕は豊かになるんじゃないかなというふうに思ってます。